高麗アイサは、カモモクカモカアイサ族に分類される鳥類。朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、ロシア南東部中華人民共和国に先部、ロシア南東部、朝鮮半島北部で繁殖し、冬季になると中華人民共和国南部へ南下し越冬する。和名は、朝鮮半島で確認された例があることに由来する。 日本では1986年に基礎川に飛来して、以降、冬季に越冬のため数羽が飛来する。鹿児島県では2011年12月から2012年4月にかけて最大で9羽が観察、撮影されており、3月には交尾行動も観察、撮影された。全長52から62センチメートル。 翼長図二十五から二十六点五センチメートル、メス二十四から二十四点五センチメートル。翼。階長七十から八十六センチメートル。頭頂から後頭にかけての二段状に羽毛が伸長し、特に後頭で顕著。体側面の羽衣は白く、灰色や黒の輪状の半紋が入る。右腹や、自列風切り、三列風切りの色彩は白く、初列風切りの色彩は黒い。 口彩は褐色。口し先端の針状突起が不明瞭。尾光は口しの中央に開口する。口しの色彩は赤く、先端は黄色。口子の色彩は赤や大色。オスは頭部から体上面の歯衣が金属光沢のある緑黒色。頸部から体下面の歯衣がピンク色。メスは頭部から 体上面の羽衣が褐色で目先が黒く、体上面の羽衣は、灰色、頸部から体下面の羽衣が白い。繁殖地では、森林内の渓流に生息し、非繁殖地では明けた火星や故障に生息する。非繁殖地では小規模な群れを形成する。植生は動物食で、主に魚類を食べる。繁殖形態は卵生。大木の軌道に巣を作り、 一回に8から12個の卵を産むと考えられている。開発による生息地の破壊、水質汚染、狩猟などにより生息数は減少している。情報不足。ありがとうございます。